外から中、外から大きくいって中で、真ん中は短くていいですね。もう僕の真ん中はこんなぐらいしかないです。もういらないんですね、横線は。そうするとここは長く見えちゃうんですね。はい、でいいですか、次の線ですよ。今描いたのは低かったですから、これを上に上げてスーッといくと、ここ狭くですよね。はい、でこれ上に抜いたのはすごく良かったです。ペンを上に抜いてここに来てスーッといったら足が長く見えるんですね。はい、でも余白はちゃんと作ってますので。そうですね、はい、でも足を長くする、これを1本線1本2本もう少し上に描いてほしいですね。はい、これが今この辺に描かれてますので、ちょっと低いなっていう感じですね。頭の部分はこの真ん中の線を短くしてみてください。そうすると、はい、感覚がね、分かってくるかもしれないです。はい、そうですね、はい、長い横線があるし、まあ、これに草冠つけたら草ですよね。そうですね、はい、もっとやっぱり窮屈になりますので、足を長く見せるためにはこう来て上に行かないといけないですよね。こう来てこの適度な空間を開けて、でもかつ足を長く見せたいですよね。はい、書いてみますか。ちょっと縦長になる字ですよね、どうしても。草ですね、はい。